クワカブ飼育の世界へようこそ。スキムシタッキーです。ふくちゃんです。はい、ということで本日は、名人志保のクワカブ飼育相談室ということで、皆様からお寄せいただいたクワガタカブトムシについての質問を月夜の木の公園飼育担当志保さんに答えてもらいましょうというコーナーです。志保さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは今日の質問を福ちゃんお願いします。はい、この度は、ヘラクレスの幼虫の配送ありがとうございます。40代サラリーマンですが、小学生の息子と奮闘しています。さて、ヘラクレス幼虫飼育について質問があるのでメールさせていただきました。ご回答いただけると嬉しいです。1. 温度、飼育温度は20度ぐらいと言われていますが、冬を越す場合も20度を保つ必要があるのでしょうか。屋外で飼育しようと考えていますが、死んでしまいますか、もしくは成長が遅れますか、という質問です。はい、この質問はですね、先日のクワガタワイワイでも話題になって、塩倉さんですとか飯島さんの話の中では、温度で言うと、まあ、下が15度、上は30度以下ぐらいが安全だという話をしてたと思うんですけども、志保さん的にはどう思いますか。はい、全く同意見です。お、自分の、私のやり方は本当にそうですね、最低が15度、最高はもう30度ぐらいまでっていうのを考え方だったんで、あの動画見てても、おー一緒だなっていうふうに思った感じがありましたね。ああ、すごいな、なんか、はい、ドキドキしちゃう。なるほど。ただ、温度管理の場合ですね、私ちょっと調べてみたんですけど、グアドループって、年間の最低平均気温が約20度。で、最高、ね、最高の平均気温も31度ぐらいまでしか上がらないらしいですね。そう考えると、日本の、冬と夏を考えると、全然幅があるんですよね。だから日本が寒すぎて暑すぎるっていうことなんですよ。ああ、なるほど。だから、本来だったら、この、やっぱり、もともとこのね、グアドループとかマドミニカとか、そういうところに生息してるんで、この温度帯の中で、こちらでも管理するのが一番牛にとってはいいのかなとは思うんですが、やはりある程度のちょっと、誤差っていうかですね、許容範囲はあるんで、やっぱり15度から30度かなっていうところをお勧めするところなんですよね。まあ、このお客様は、20度ぐらいっていうことですかね。そうですね、20度ぐらいだったら保つ必要があるかの範囲内に、入ってますね。ただそれ屋外はちょっと危ないですね。そうですね、まあ、そのそうお客さんがまたそれどこの県に住んでるかにもよると思うんですよ。やっぱ北海道と沖縄じゃ全然違うし、九州でも全く違いますから、だからその、どこの県に住んで、だから必ずその置く場所っていうのを温度を一回測ってみるっていうことがまず重要ですよね。そうですね。虫を置く前に測定するっていうことですね。そう。はい、わかりました。例えば置く場所によっても同じ県でもね、ちょっと日当たりがいいとこだったら暖かいかもしれない。そうですね。ガレージのすごい寒いとこだったらもっと寒いかもしれないから、まずはそこに温度計を置いて、最高温度と最低温度を一回測ってみて、どれくらいになるかっていうのを、一回チェックしてみるといいのかな。そうですね。はい。はい。そのクワガタワイワイの動画にコメントをいただいていて、はいはい、温度設定、はい、13度から15度で、キノコマットで、浮かじ石、いただいたっていうことで、154ミリ、出たっていうことで、まあ、低温にも強いのかもっていうコメントをいただいてます。はい。このあたりは、翔さんどうお考えですか？そうですね。13から15度言って本当、私が考える中では、もう最低のラインに来ると思うんですよ。温度帯的にはですね。それできちんと150アップが出るっていうことは、なかなか素晴らしい実績だと思います。ですね。まあ、逆にね、私たちは、そういう、
極端なことをあんまりやらないんで、すごい勉強になりますよね。そういう温度帯でも耐えられるんだっていうのがそうですね、わかりましたね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで今日は発酵マット、カブトムシ幼虫飼育について疑問質問に答えていただきました。しほさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございます。皆さんの、グッドなクワカブライフを記念いたしまして See you next time! バイバイ!